さあ、しょうころでございます。おはようございます、こんにちは。最近大人になったらつまんないなとか、最近面白いことないなみたいな、なんかそういうことを考えてらっしゃる大人の方々、それは間違いだ。言いたい、ドキドキは来るものではない。自分からドキドキを見つけに行かなければいけない。私はそう思います。なので私はまだちょっと気持ちが固まってないですけど、ドキドキしたいから、そうだな、美容師さんに何も言いません、お任せでって言ってみようと思います。これはドキドキするよ。やられてる最中非常にドキドキしますよ。私の、まあ、パーマ自体はかけようとは思うんですけど、まあまあまあ皆さんが思うことは分かりますよ。お任せでお願いしますって美容師さんに言うと、大体ね、美容師さんも挑戦してこない。なんか普段通りの髪の毛になる。ただ私はいつもドキドキする時がある。それは私の分け目って必ずこっち向きなんですね。わかるかな。まあわかるか。なんですけど、たまにこっちに、やりづらい、こう巻かれる時があるんですよ。この時はまあドキドキするね。で取ったら逆向きになるんじゃないのみたいな。だけどなんかこううまくなってるからいいんだけど、そういったちょっとドキドキを味わおうと思います。バッサリ切ってもらえるのか、はたまたまあ無難になるのか、そこはちょっともう出来上がり次第なんですけど、本当はね、本当は髪の毛のね、なんか動画を出すでしょ。なんですけど、なんか比較的チャンネル登録者以外の方もなんか見てもらってるっぽい感じなんですよ。そのアナリティクスっていうものを見る限りでは、本当はなんかもっとこじんまりとした、他にお客さんがいないであろう空間で仲良くなってさ、美容師さんの人とカメラを回す許可をいただいて、こういう動画やってるんですよって僕は心を打ち明けれるのならば、そういったことをして誰かの役に立てるならとは思うんですけど、ちょっといかんせんそこまでね、ちょっといけてないんですよ。で、僕が言ってるところも結構お隣さん近かったりとかで、このカメラは15分しか撮れないから使えないってなると、アイビスミニしか僕はもう持ち歩けるカメラがないので、そうするとすごい広角だから、いろんな余計な人映っちゃうんですよ。そうすると何が大変だって、モザイクが大変なんですよ。来年、まあ、収録日前日あと2人で300人なわけです。なので300行って皆様が見たいのであれば、私のその髪を切ってる瞬間を撮れるんですけど、ちょっとね、まあ、そういったところも探さなきゃいけないし、そうやってカメラ撮っていいですかとかっていうのも 2,3 回行かないとできないでしょう。だからちょっとね、しばしお待ちいただいて、来年中には行いたいかな。自分の記録にもなるんで、それは全然僕は撮影のためにお金を出すというよりかは、自分のためのお金の使い方をして、そこに付加価値をつけて動画を撮れるんであれば、僕は快くやりたいなとは思っております。というわけで、ドキドキが2日前のドキドキを私は今撮っております。なのでこの髪の毛をもう見納めですよ。明日撮ったらもう金曜日は髪の毛が変わっている可能性があります。なので髪の毛が変わってる動画を見ていただく際は、あ、こいつ髪切ったんだなって思っていただければとは思います。では皆さん、いろんな大変なことがあるとは思いますが、私も日々頑張っております。皆様も頑張っていきましょう。ちょっと閉まってないな。まあまあ、でも僕は当初からよく言ってます。辛いことがあるかもしれない、嫌なことがあるかもしれない、だけれどもこんなくだらない生活を送ってる人もいるんだと思って見ていただいて、気休めにしていただければいいチャンネルでございますので、これからもよろしくお願いいたします。というわけで、しょうころでございました。また明日。これすぎ。いっぱい取れた。じゃあ視聴者プレゼントですね。じゃあサムネを、はい。